エマニュエラ・デ・パウラは、ブラジル出身の女性ファッションモデル。177センチメートル50キログラム、84から60から87。黒人と白人の根血で、本人曰く、ムラート。米紙、フォーブスの企画、最も稼ぐモデルに登場するなど、西洋ファッション界でも指折りの成功度を有する、モデルの一人で、ラルフ・ローレンやラコステ。 並びにビクトリアズ・シークレットなどといったハイファッションブランドの仕事から特に知られてきた。ブラジル共和国北東部のペルナンブーコに出生、父が黒人で母が白人であったという。モデル業の指導のきっかけはペルナンブーコのシュートにあたるレシフェの街頭で受けたスカウトであった。2005年にモデル事務所のマリリンと契約し、年内に早速、 ニューヨークファッションウィークのランウェイを歩きデビュー。時に16歳であった。デビューの年となった2005年から、DKNY や、トミー・ヒルフィガー、H&M などの広告や、多種の雑誌、カタログ、ショーへの登場を重ね、2009年になると、かねてよりカタログの仕事を受けるなどしていた、ファッションブランド、ビクトリアズ・シークレットとの3年契約を獲得。リンジー・エリンソン。 キャンディス・スワン・ポール、ロージー・ハンティントン・ホワイト、およびシャネル・イマンという4名と並んでの同ブランドの広告等入りであった。ホーブス氏の企画、世界で最も稼ぐモデルの2009年度版にその名が登場。11位への入選で、見積もり収入は250万ドル。ビクトリアズ・シークレット関連の仕事によるものと、目された、急上昇で、そうしたことから、同じく、 ブラジル出身にして、同ブランドの広告等活動から、著名なジゼル文献になぞらえる票もあった。ありがとうございます。